パカラッパカラ。皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリスト、馬淵麻里子です。で、まあそれは公開していいタイミングとかも全部きっちり聞くので、タイミングだったらお話ししますし、世の中にあんま伝わってないなってことも感じるんですよ、一方で。で、そういうふうなことがちゃんと伝わるような世の中になっていくと、みんな感動すると思うんですよ、まず。今は、日経の速報とかを見てて、新しい最新のニュースとかを全部チェックしてますね。大石さんの情報源は、基本的には日経ですか？そうですね、日経と、まあ、民株株単の株サイトをまず見ますね、情報は命ですか？そうですね、情報が全てなので情報収集を常にしてますね、経済アナリストって実際どんな仕事をされるんですか？そうですね、まあ経済の情報とか企業の情報とかを収集して自分で分析してどう今起きてるのかとか皆さんにお伝えする仕事になりますね。具体的には、いろいろ結構幅が広くて、まあ企業の場合だったら企業決算を読んだりとか、企業に取材に行ったりとかしてどういう取り組みをしているのかっていうのを、まあ、実際に聞いたりします。それは、まあ、世の中に出てなかったりするので、それを、まあ、自分で記事で書いたりとか、あるいはいろんなこう媒体でお話ししたりとか、取材かつアウトプットみたいな、そういう側面がまずあります。あとはそうですね、政府の経済データとか出てきますね。 GDP とか消費者物価とかいろんな数字が出てくるので、数字だけ見てもその意味合いって分かんないじゃないですか。でも歴史があってというか、過去の数字との比較でそれって意味が出てくるので、今回の数字はどういう意味だったのかっていうところを解説したりするのも経済アナリストの役割です。じゃあそうなると会社のまだ公開されてない内部情報とかって、なんなら本質さん知ってたり、そうです。 M&A のお話とか、ここからどういう業界に参入していきたいとか、経営戦略についてお話を聞きます。で、まあそれは公開していいタイミングとかも全部きっちり聞くので、タイミングだったらお話ししますし、もう公開していい情報だったらもう皆様にお伝えするしっていうのは、しっかりそこは線引きしてやってます。なんかよくコメント欄で、いい顔で知ってそんな顔してる。本当？いやいや、そうなのかな。上がりそうな顔で知ってそうな顔してる。そうです。でもやっぱり自分がこの会社いい会社だなとか、なんかどんな取り組みしてるんだろうって気になる会社にできれば取材に行きたいし、そういう熱い会社の情報収集したいなと思ってますけどね。そうなると、それこそ自分たちの会社の魅力を、まだうまく伝えきれてない企業とか、そうですね、まあ、それこそ個人投資家さんだったらいい企業ないかなって探してる方って多いと思うんですよね。おっしゃる通りですね。そこの馬淵さんは橋渡し的な存在なんですかね。になれるといいですし、企業さんもやっぱり自分たちの目先の業績を上げることが一番大事なので、そこにもちろん力を注がれてるんですけど、こう発信IR、PR ってまたちょっと違うじゃないですか、本業と。なのでここまで力手が回ってない企業とかもあるんですけど、でもいい企業があったりするので、そこがどん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 情報が伝わっていけばいいなと思ってますね。すごいですね。いやいや、全然お仕事頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ここがまた別の、そう、お仕事です。取材です。もう取材に、撮影に、執筆に、いろいろやられてますね。そう、できます。今から、フランステレビの、収録で、今急速に円安が進んでいるので、まあ、なぜこんなことが起きてどんな影響があるのかお話ししたいと思います。日銀前に、ね、日銀前です。ちょっと世界からも注目されてて、まあ、そこ異常な円安ですので、注目されているようです。フランステレビから、
取材が受けたということで、はい、今からお話ししたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでした、フランスから取材受けて。初めてなんです、海外の取材って初めてで。なんかフランスの方々もやっぱり気になるぐらいの円安なんだなっていうことをちょっと改めて認識しました。うん、この後また打ち合わせがあるので行ってきます。はい、じゃあまた失礼します。いつもと違った、うん、角度ですね。うん、確かに。小石さんって、うん、プライベートとか何されてるんですか。プライベートね、聞かれるんだけどね、ないのよ。あ、困ってる。え、プライベートがないっていうことですか。プライベートないっていうか、でも全部プライベートよ、私今も。え、なんか感覚としては全部プライベート、すべてが。お仕事は、うん、仕事もプライベート。え、おー、はいはいはい、そういう感じかな。みんなここからがプライベートって思って生きたことがない、ちっちゃい時から。境界線が全然ない。うん、今まで初めて、それこそ、うん、新卒して仕事始めた時も変わらず、うん、ない、ずっとない。はあ、プライベートはない。なんかプライベート、全部プライベートだし、全部仕事だし、なんかこっからが個人の時間で、こっからがなんかその組織の時間とかいう感覚はなくて、ずっと自分。だから寝て起きてずっと自分っていうのは、なんかだからないのよ、プライベートはって言われても、もうこれ全てがプライベートっていうのが正直な答えかな。じゃあ趣味は仕事じゃないんですね。生きてること、その活動そのものが、もう、そうですね。不思議ですね。なんかすごい仕事できる人とか活躍されてる人って、もしかしてそういう感覚でされてるんですかね。そういう感覚多いんですかね。インタビューとかでいろいろ聞きますけど、でもいろんな人いらっしゃるなっていう感じです。経営者の方も同じようなプライベートない、一切ないっていうか全部だっておっしゃる方もいる一方で、やっぱこっからは家庭の時間だとか、こっからは絶対なんか自分の趣味、ゴルフとか、なんかサーフィンとか多分あるんだと思うんですけど、そういう答えをされる経営者もいます。メリハリつけたいタイプと全部っていう人と2ついますね。なるほど、うん、いやちょっと崩せてない感がすごいです。まめさん、崩せてないの。いや僕が崩せてないなっていう。その笑い、いやもうなんかすごい、何でも隠し事ないから私本当に。すごい、なんかすごいな。すごい、でもそれが語ってないよ、何も語ってないし。それがなんかあれなんだろうけど、うん、面白くないね、そんなよく言われる。いや多分なんか変わない感じがすごいですね。なんかこういう話題すると大体崩れるんですけど、うん、この崩れないから。いや崩れない、でも崩れてる、ずっと崩れてるだから、私なんかもう全部。じゃ好きな食事とかってあります。あ、最近めっちゃハマってるものがあって、はい、サラダボール。サラダボール、うん、サラダボールめっちゃ美味しいのよ。あれですか、アメリカのサラダボールですか。うん、そうそう、だからめちゃくちゃこう、なんていうの、チキンとか、はいはい、葉っぱとかトマトとかいろんなものがすごくこうみじん切りにされてて、あ、初めて僕パッて今言われて、うん、サ
ラダボールってあの、うん、人種がいっぱいいるサラダボール。あ、そっちか、そっちか。リテラシー高すぎる。で、その人種のね、ガチのサラダボールってやつですよね。そう、ガチのサラダ、いろんないろんなものが入った野菜が、あのチキンとかも入ってるんだけど、それめっちゃハモってて今。いや、なんかめっちゃ美味しいのよ。マムシさん食べてそう。いや、意識高いとかそういうのやめてんだよ。そういうのなくて意識高い、なんか違うのよ。じゃあ、ちょ、人には言えない、うん、なんかまぶしさんの秘密とかってあります？あんまり言ったことないっていうか秘密、うん、またそれ最近ハマってるものなんだけど、ちょっとだから友達に、え、それって大丈夫って言われたことは秘密なんだけど。大丈夫、はい。うん、言っていいのかな。なんかいや、コンビニに売ってたのよ。セブンイレブンに売ってたリラクゼーションドリンクってあるのよ。はい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 。ギャバがめっちゃ入ってる、はいはいはい、ギャバってなんか脳とかにせあれなんてギャバチョコレートがあるように、それがドリンクになったものがあって、はいはい、リラクゼーションドリンクって言われてるものなんだけど、すっごいリラックスするのよ。今度持ってくるわ。それチルってことですか？チルチル、あ、チルチル、あ、なんかちょっと流行りましたよね最近。うん、でそれ飲んでて毎晩めっちゃリラックスするの。なんかちょっとヤバい人みたいに思われるから内緒にしてるけど、で私気に入ったらあれなのよ、あのだいたいアマゾンで箱で買うタイプなのよ。あら、もうじゃあ用意してるんですか？うん、ダンボールで2つぐらい、なんかそれを、これまたいつも言われるんだけど、ハマったらもうそればっかり食べるのよ。で、食べ過ぎてアレルギー反応になるぐらい食べるっていう、なんか1個決めたらもうそればっかりってタイプで、食事もそうだし行動パターンもそうだから、せっかくいいもの見つけたからアレルギーにならないように摂取量は気をつけようと思ってる。で、一途なタイプなんですね。あんまり思考、たくさん思考回路がないのかな。1個決めたらそればっかり、ずっとそれと飲み物も食べ物も同じものばっかり食べてる。朝はサラダボール食べて、うん、夜はチルの。めちゃくちゃ意識高い。意識高い感じ。まぶしさんらしいですね。高くないよ。全然。まぶしさんっぽいですね、やっぱり。まぶしさんがこういう世界になったらいいなとかって、うん、思い描く世界とかってあったりします？そうね、まあ、一応私が今活動しているその社団法人の活動の話してもいいかな。はい、はいはい、うん、その理由としては、あの企業の取材とかをリアルにする中で本当に素晴らしいなとか、話を聞いてたらこう涙が出るような熱い思いを持ってらっしゃる経営陣の話とかを聞くんですけど、それが世の中にあんま伝わってないなってことも感じるんです一方で。うん、なのでそういうふうなことがちゃんと伝わるような世の中になっていくと本当にみんな感動すると思うんですよ、まず。うんうん、本当すごいな、うん、どういうミッションを持ってどういうポリシーでやってるとかっていう話も感動するし、うん、かつ仲間とやってるのでみんな、うん、そこには絆があって歴史があるんですよ、うん、大変な時期もう、まあ、奈落の外にそこに、まあ、突き落とされるような経験をされてるような経営者もいて、でもそれの時に一緒に仲間でこう手を取り合いながら上場まで行った話とかって世の中にちょっと出せない話とかもあるんですよ。でもそういう関係性で、まあ、10年20年一緒にやってるとかいうのを聞くとなんかね、すごく感動するし、本当に何ていうかな、経営者社長だけじゃなくて経営陣の方々とか本当に朗らかな方であったとしても、そんな激動な経験があったんだとか、それを全部乗り越えて今があるんだなとかってすごい感動するんだけど、あんまりそこって株式市場で評価される部分じゃないし表に出ないことなんだけど、なんかそういう話ってもっともっと何ていうかな、世の中に公開されてもいいと思うのね。うん、で、一企業一歴史があるわけだ、うん、上場、まあ、上場企業に、まあ、限りますけど、そうです、うん、でそこに行くまでにいろんな歴史があって物語があって
ってみんな情熱大陸出れるような話を持ってるわけよ本当は。でも当たらないじゃん、全員情熱大陸出ないじゃない、うん、でも私行くともう情熱大陸だなって思うのよ。みんなもうリアルな話を聞けるわけだ、うんうん、それがやっぱり感動だし、なんかすごい自分もエネルギーをもらうのよね。だからそれがもっともっと伝わって、ああこんな苦労されて今こうなんだって聞くだけでも自分も頑張ろうと思えたりとか応援しようと思えたりするから、そういう世界にちょっとでもなんか自分がこう寄与できるようになりたいなと思って、一応社団法人は作ってます。いや素晴らしいですね。ありがとうございます。あ、もうちょっと熱くなりましたね。あ、すごいいい話です。あ、本当ですか。ありがとうございます。いえいえ。